ははいいさんおはようございます今週もね9時30分を回りましたところで嘘のような本当の輪やってまいりましたパーソナリティードイテッドと東京からドクター水素ボトルの北条正彦さんをお迎えしておりますおはようございますはい、おはようございますご飯大好きな北条ですはいご飯大好き私もねちょっと最近一応ね8 0キロ行くか行かないかをね保って てる時はいい感じなんですけど、ちょっと3キロ太りましてね。この3キロって若い頃はねなんですけど、もう60近いおっさんちょっとね、すごいんですよ持たれが。なんかいないんですよ。ちょっと私はね持 <laughs> たれってほぼない。もたれたことがないんです、えー。これはドクタースイスボトルのおかげ。いやそれは関係ないですね。ね、うん、昔からそう食べ放題です。<ー>人生食べ放題。 すごいもう最近ね分かりやすく言うからカツ丼とかねカツカレーとか思い切りしかも大盛りにして食っちゃった日にはもうねだめですね大丈夫なん大丈夫持たれて持たれて痛みはしないんですけどみたいなこの前東北行った時にチキンカツを2枚食べてしまいました <laughs> <laughs> えカツだけじゃないですよね まあチキンガスなんやろラんやろでねでももちろんライスもいただいてますけどね先生に怒られるようなことばっかりやってるんですよそれヤングな食用品じゃないですかそれ <laughs> りね いやいやあのー、なんていうでしょう食べ物ネタといえばね本庄さん全国つーらうらねえー、旅してドクター水素ボトルをっていう、ね、お仕事をされてるんですけどやっぱり僕なんかでもおねあの一緒にほら沖縄で過ごす時にあるじゃないですかね、はい、思いっきりもうそばなんなら沖縄そば大盛りにしちゃってからちょっとジューシーってねあの炊き込みご飯がありましたね沖縄のねあんなんつけてね腹いっぱい食いますよね、はい、もうたれなかったんですね容赦ないですね <laughs> <laughs> はい、えー、今日はね、はい、食べ物ネタはまたね尽きないんですけれども、はい、先週に引き続きね、えー、医学博士であり、ね、内視鏡専門消化器内科ということで、はい、オンライン含めてね各地でいろんなあの講演をされている中であのテーマがございますと。 はい、腸内環境、うん慢性炎症ということでね、先週ためになるお話をいただきましたが、改めてご紹介しますね。中島幸子先生です。おはようございます。 今週よよろしくよろししくくお願いししまますすは、ね、いいいいお願たやあの先週ねその、まあ、慢性、えー、炎症ということでまあほっといたらっていうよりもなかなかねあのそういう症状を、うん、これいや別に大したことないだろうっての患者と言われる、まあ、人がこうほ,ほっておきたくはないんでしょうけどなかなかこう相談しにくいような段階なのかそれこそ目に見えない状態気をつけた方がいいと。 いうねお話ではあったんですけれどもこういったことがああのまあ、血管ねあの血液にも関係したりなんか腸に関係するという、うん、そうですね。その辺をあれですかすごくまあ 専門にね、はい、されている先生からするとす、ね、どんなふうにしたら胃もたれがある違うの、はい、個人的なね、はい、質問になっちゃうといけないんですけどはいはい今お二人がねあの、うん、胃のもたれがあるかないかってお話をねおっしゃっていて病院に来られる方は確かに胃のもたれとか普段あった食欲がちょっと落ちたとかって,言って来られる方は確かに奈良通りさんと一緒で多いんですよねでやっぱり年齢にはなかなか勝てないっていうのはあって若い時っていろんな無茶をしても大丈夫だけれども、まあ、年齢ある程度いって くるるとと持たれいいう方多いですよねこれってやっぱりあの消化力というかねあの消化管って言われる胃とか腸だけじゃなくて膵臓とか胆のとか肝臓ってありますけれどもそういうところで消化酵素といわれるものが作られるそういうのもやっぱり年齢いくと多少は機能って落ちてきますよね。でそれがあのしていかれれもすごく元気それこそ今北条さんがねあの <laughs> 食べ放題とかあの つでしたっけ2枚食べても大丈夫っておっしゃってるような方ってやっぱりある程度消化力がいいってことなんですね。うん、であの腸内環境が、ね、先週すごく影響慢性炎症に影響していますよってお話をしたのはよく人の体って食べるもんでできてできているっていうようなお話をね、うん、聞いたことあるかと思うんですけど何を食べてるかによってやっぱり直接入ってくる。 胃とか腸とかか腸ってねそれによってこう炎症を起こすんじゃないかっていうのをなんとなく想像つくと思うんですね。でそれこそあの先週お話ししていたコロナもそうなんですけれども。体のの免疫力の要が もう6。7割が超消化管だっていうふうに言われていてで、コロナ禍になってからすごく腸活っていう言葉がすごく流行り始めたんですよね。だから、消化管の腸内細菌とか腸内環境っていうのを育ててあげるというか、まあね、あのいい状態にしてあげることによって、体の免疫力も上がるし、先ほどおっしゃってた。胃のもたれというかいうのも直接関連してきて、そこも回復されてくるっていうのが、やっぱり血流と関係はしていると思うんですね。 消化管腸内の環境が悪くなるなんとなくこう腸の粘膜が炎症を起こすとどうなるかなといたら炎症ってやっぱり血管にも炎症を起こしてくるのでそこの炎症を抑えてあげる何かしらもうこれ食べ物に気をつけるというのが大前提なんですけれども、うん、してあげることによってで腸内環境も良くなるし血管の炎症も回復してくるしっていう,もう本当にそれをなかなか人ができないんだけれどもそうすることによっていろんな全身に及んでいる炎症というのも良くなるということなんですけどもね。うん うんあのちなみになんですけどね、はい、よくあのコマーシャルの影響ってないですかあのヨーグルトとかあのチキンカツよりはなんかヨーグルトの方が良さそうだしとかなんか人間あるじゃないですいくいいですよね <laughs> 間違いなくねだからあるじゃないですか、はい、だけどたまにねどうしても カツ丼食べたくなるとかあるまあまあたまにしてるんですけど。カカ、はいまあ、カレーといえばカツカレーーとえばツですね天ぷらのせる人あんまりいないですからね。はい、と思うんですけど、はい、先生から本当にそういう、ねそのまあ、診断というかあの健康のことを考えるとこの例えば私たちここにいる間もなく還暦ど,どんな食生活に気をつけて、はい、カツカレーね 食べたらダメなわけじゃなくてねおそらく腸内環境いい人って結構食べても大丈夫なんですよね割と長寿の方で朝からお肉食べるけど大丈夫って聞いたことありますよねだから元の腸内環境が整っていれば別にかつたくさん食べて悪いわけではないんですけれども皆さんね どれも結構過剰なんですよね例えば今いいとおっしゃってたヨーグルトもそうなんですけれども食べ始めるとほぼ365日毎日食べてますっていう方多いんですが、まあ、毎日摂った方がいいよって言われるんですけど摂っている量が1回の量が多すぎるとかでほぼ毎日摂っている食材ってやっぱり多少ね過敏症になってくることが多いんですねだからいいと言われしものを簡単なので毎日それだけ摂ってるっていう人は結構いますよね。うん だからこれがいいよって言われたからもうほぼ毎日ひどい時朝晩食べてますとかね言われるようなものっていうのがそれをずっと繰り返していると腸粘膜逆に炎症を起こしてしまうっていうのが過敏症になってしまうことなので今一般的によく言われる発酵食品であったりとかあとはいい油を取ってくださいって言われたりとかあと食物繊維ですよね。 あの野菜類とか取ってくださいっていうのも最近ではその,その食材をね同じものを摂り過ぎているせいで逆に超燃焼を起こしているっていうのがあるのでまあ食べ物はいくらでもあるんですけれどもそれを例えば週に同じものをね3日に1回ぐらいにするとローテーションすれば今日ヨーグルト翌日箱食にお味噌汁。 で翌日はまあその中に食物繊維含むものは当然入っていればいいんですけれどもその次の日例えばあのお漬物食べたりとかあのいろんなものを、ね、入れていけばいいんですけれどもこれだけやってればというのが皆さんどうしても簡単なのでそれをやってしまうので、うん、逆にいいと言われるものを取り入れてはいるんですけれども腸内環境が悪化しているようになっている場合があるんですねそれはあの例えばバランスよく取るコツというか、はい、簡単にあれしますとねあの 洋食、カツカレー、えー、ね、えー、もう和食に。全部書いた方がいいよ。っていうわけではないです。ないですことではない。はい だから例えばカツカレー取るときに、大体皆さんもご飯と乗ってるカツカレーだけってなった場合が多いじゃないですか。そこにあのいきなりカツカレーでカロリーの高いものをどんって入れたときに、血糖値がすごく急に上がるじゃないですか。そのときによくベジファーストって言われますけど、あれ本当なんですね。あの先日、私、北條さんにお話ししていたんですけど、これ本当のお話なんですが、お昼ご飯を普通に食べて、その後に自分で時々私あ私、病院でね血糖値測って、 お家で測定されてる方最近は簡単に携帯電話とかで、ね、あの腕につけているセンサーでこれ普通にあの一般の方でも買えるんですけれどもセンサーで携帯フふっとかざすと血糖値が測れるというのがあるんですけれどもね。 会社名は今言わないですけども誰でも買えるものであるんですけれどもそれで血糖値をお昼ご飯食べた後に1つおまんじゅう食べて血糖値測った時に146の血糖値それがその全く同じおまんじゅうを翌日にお昼ご飯食べて間空けて何も食べてない状態で夕方の5時頃ですねに食べると200ちょっとまで血糖値が上がったんですね。こういうよういよににに今カカツレー食食べべる時に最初に野菜しっかりててあげて その後に白ご飯とかつ乗ってるカレーを食べるっていうだけでも腸内環境もそうですし血糖値の面ででもすすごくく体は変わってくるんですねだからそういうところが自分の体でねかといってその皆さんに血糖値測りなさいって言ってるわけじゃないんですけれども糖尿病じゃない方でもやっぱり体の中でその糖の変化っていうのが結構起こるのでそれによって腸内環境血管って炎症を起こしてくるので急な血糖値の上昇とかいうのも食べ方次第で変わってくるんですよね。 だからカツカレー食べたらダメなわけじゃなくてその前にしっかり野菜取ってから食べてくださいってもう本当によく聞く話なんですけれども、うん、<laughs> いつも私はサラダのことを草って呼んでるんですけど <laughs> ちょっとリスペクトしないといけない、ね、<laughs> 食べるんですけどね食べるんですけど草もいっとこうかっていうねそうですそうですは <laughs> <laughs> あのーまあ、まあちょっといっ CM い、まあ、っときましょうかねはい、はい 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。W O O East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい嘘のような本当のは。 ねえ、今週もえー、北条正弘さんとねえー。中島幸子先生お迎えしてお届けしています。けれども、沖縄も暑いね。暑いね。という中でね。食欲のことだったりねえー。いろんなことがあると思うんです。では、健康でいるためにどんなんがいいのかな？って今、うん、腸内環境ね。食べ方によって先生。結構。 あれですかさあけどねもう本当に今僕カツカレーの花ばかりこう浮かんでいくるんですけどやっぱりねいきなりそこにちょっとカレーをつけ、ね、ソースもかけちゃうみたいな、はい、そんなことばっかり考えちゃうんですけど、はい、サラダをあれですかやっぱり先にそうですね、うん、あの本当に違うんですよねそれするとねあの先ほど体重ちょっと太りやすいとかのお話しされてたようにそれをサラダ先に食べることによって その太りりやすさっってていうのも,もうかなり変わってくる皆さんそれをすごく実感できるわけじゃないのであのなかなか実行できずでいる人多いですけれどもやっぱり長い目で見てるとダイエットしたいなって言って食べないような痩せ方するよりかは先に野菜食べてから食べ物食べるっていうやり方をするとさっき血糖値が上がりにくいんですってお話をしたように血糖値が急に上がったときに体の中で脂肪を溜め込む方に体って働くんですね。だからそのの急な血糖値の上昇を防いだ あげることが脂肪をつきにくくする体を作ってくれるのでダイエットを後からするよりかはつきにくい体に先持っていった方がいいから野菜食べてから糖質なり炭水化物なりを先食べた方がいいですよってことなんですよねはいはいあの居酒屋でまあ <laughs> はい、ちょいちょい行きます例えばねあそこの某琉球ヒートさんというお店があります、はい、例えばね お肉美味しいじゃないですか。野菜もありますよね。そう意識的に例えば居酒屋さんみたいなところでも意識的にまずサラダなり、えー、ねカツカレーに限らないですけど、はい、手を出すというかの方が。 おすすめそうですねそれである意味ねもしサラダ野菜がすぐなかったらお肉魚でも構わないんですねあ,のあんまり脂身の多いお肉を急に取るじゃなくってあの少しこう脂身の少ないささみであったり鶏肉でも脂身の少ないところを先に取ってだからあのお肉とかお魚を先食べてから炭水化物。 結局糖質を上げるって炭水化物が一番なので野菜先でもいいしもし野菜がその場にないんだったらお肉、魚、先食べてからのご飯とかえパン麺類とかそういうものでもいいですけれどもね炭水化物が最初に入ってくると脳が喜んで一気に吸収できちゃうってこですでかつ血糖値が急に上がるのはもうあの急激な血糖上昇はお菓子食べてもそうですけど糖質を上げる糖というと炭水化物、ご飯ってあんまり糖質という考えがない方いるかもなんですけどすごく糖質が多いんですよね。だからこう チャーハンとかねカレーとかって何もなくてバーッと食べるものなので <laughs>、はい、そうなんですよだから糖質を上げるもの,の食べるというより飲みますよね <laughs> カレーは飲み物、ね、飲み物チャーハンも飲み物です,です、ね、あじゃあ,あれをもう大のスプーンでかっ込むとうそうなんですよもう,もう典型的にそうですそうです、はい なんかその急な血糖そ、ね、ね、そうですね、本当そうです、ジェットコースター。<laughs> うん、急な血糖上昇が腸内環境をマーカーさせるし、膵臓とか体のいろんな臓器にやっぱりダメージを起こす感染症の原因にはなるんですよね。なるわ そうですね。うん、あの皆さんね、お間違いないようにカツカレーやチャーハンがいけないわけじゃないです。食べ方としてね、ちなみにあのよく噛んで食べるといいそうですとか。はい、それも入ってきますね。<laughs> これまた飲み物ですからあんま噛まないんですか、ね、<laughs> そうなんですよね。なかなかこうね噛むっていうのが私苦手でね。<laughs> これ噛んで消化しなさいってだけの話じゃなくてね、人間の頭の脳ってすごくよくできていて食べ物噛むことによってあ糖質今から上がりますよっていう知らせが頭の脳からいいとかに行くんです。 ですよねそれから消化酵素を出すような膵臓とかに<ー>そしたらもう飲み込むようにこう食べてしまうとそれが間に合わないうちにに入ってしまうから反応が遅いんだけれどもあのよく噛んでいるとあ今から糖質が上がるものが入ってきますっていう指令が頭の脳からいくので内臓の消化酵素とかがこう準備しているって言ったら簡単に言うとねに準備しているような状態になるのでしっかりとした消化も働いてくれるから早く食べる人胃の持たれる人結構多いと思うんですね早食いの人もこれね。 あじゃあもう最初特にしっかり噛んだほうがいいんですね,ですねはいそしたら一番最初の段階で胃とか腸の動きもそうなんですねいきなり入っちゃうとあんまり休んでて動,く動いてない状態からよりかはしっかり噛んであげると動き始めるんですよね、うん、私はいつでも来いって感じになってるんですけど なかなかね食べちゃいますもんねあでもその食べる順番とか、ねうん、意識の持ち方で全然変わるわけですね,ですね意外と皆さん世の中忙しいからね早く食べないとっていうね私も医者の舞踊場で食べるの早い方なんですけれども、ね、やっぱり噛んでよく食べる時と違いますよね、うん、私も次のプレゼンまで三分ですとか言われてね、うん、おにぎりガガって飲んでお茶が流し込んで、うんうん

をちょっと持とうと持う思いますだって好きなものからいっちゃうじゃないですかです、ね、目の前ねいくつか三つ四つ並んだら大好きですからいっちゃいますよねなんか居酒屋さんいたらシーザーサラダ長時間ね時間が空いてれば空いてるほどね次に食べるものがもう本当に空腹を満たしてくれる炭水化物をバッと食べたくなりますよね私はもう日常的にねあの16時間ダイエットとかやってますけど。 それは偉いことだけですよね突然ポンと食べてそうなんです16時間空くと次に食べるものねあそれはそれでねよくないのかもないですね,で,すねでもね急に血糖値が上がるっていう、ね、周りでねみんないいっていう話をされるんでねやってみたりしてたんですけど別に大して痩せないですよねなるほど よろししくないと結局吸収しちゃってるわけですねですです、はい、16時間空いた時に最初に食べるものを何でも食べていいってよく言われてますけれどもやっぱり最初に例えばじゃあ最初にお菓子チョコレート食べたらいいのかって言われるとその時16時間の空腹の分急激に血糖値上がります。なるほど さっきの私のお饅頭の話じゃないですけどね。はい、だからその時に脂肪をどんと溜め込むから、それ毎日16時間同じようなことを繰り返していると脂肪を溜め込み溜め込みしているので、やめてる間にちょっと体重落ちるのかもですけどプラスマイナスゼロになりますよね。はい、だからよくほとんど3ヶ月やってますけど16時間ダイエットやってますけど体重一個も変わりませんというのよく聞きますね。そうですよ、ね。はい。でもきちっと食べるものを考えると影響は薄れてたりし、はい、ます。はい。 やり方なんですね, <laughs> ね日常では結局ねどどうどうしたら <laughs> あの、まあ、こういったいわゆる慢性炎症に気をつけ、はい、まあ事前にね意識的にそうならないようにできるか野菜からよく噛む脳に伝えるあと皆さんねいいものをこれと思って取ってらっしゃるんですけどじゃあ 「何か体に良くないものって食べてませんか?」って聞かれると「ああこれいいと思って毎日摂ってます」のものが何か添加物満点のものであったりとか溺愛のものを必ず毎日摂ってるけれどもでもこれ体にいいと思ってこのサプリ飲んでますとか「野菜たっぷり食べてます」と言いながら他に何か。 あの自分の嗜好品になるものでそれは絶対ダメなんじゃないって皆さんが思うようなものを取ってるのが毎日あるとするとこれまたプラスマイナスゼロじゃないかもしくはそっちより悪くなる場合はありますよね。いいものって言われるからいいものを皆さん摂取されるんですけどあの私よく患者さんに言うのが自分で畑耕してて肥料を与えていいものを与えてるけども横から誰か斧持ってきてガ,ガガガガッとやりに来る人いたらどうですか一気ににダメになりますよねっってていう持ってきたその 横から邪魔しにくるものがその人の取ってるよくないものだったとすると、どんなにいい食べ方をしてても、そこは効果が出ませんよっていうのがあるので、日常の中で自分の取ってるものの試行品とかで、これは腸内環境に良くない、すごく好きで毎日食べている何かっていうのがないかなっていうのはちょっと考えてみてもらいたいですけどね。添加物なんかやっぱりそうですそうですはい。なるほど。いやだんちょっとシーエム入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOO e a s t 株式会社、電話番号はい、嘘のような本当の輪、ね、終盤お届けしていますけれども。 でえー、すごい中島幸子先生もう診察室と化していながらして正しく聞かせていただいてるんですが、ねあのー、どうでしょうそういったねもちろん、あのー、取り入れ方として、あのー、食料品、ね、飲料あると思うんですが何からやっぱり、ね、ちょっと中盤にもあの前半にもおっしゃってたあの水素との関連性っていう意味では、はいはい、何かお感じになることはあ、はい。 あの私も、ね、こちらの水素を、ね、取り入れさせていただいたのが1年ほど前になると思うんですけれどもやっぱり私たちが食事の療法とかを、ね、栄養士さんとかを入れて当然、患者様に大前提で食事のことは気をつけてくださいとお伝えはするんですけれども日常、ね、皆さん忙しかったりとかいろんな状況もある中で完璧な食事をというのはなかなか難しいとは思うんですね。そのののの中で取り入入れれやすいいもとととしててここ水水水素の、ね、吸入とかを飲むう とこで先ほど言ってたような慢性炎症血管の炎症とか確実にこれはどういう基準でといたところがまだ今研究段階ではあると思うんですけれどもあの会場に、ね、あの説明会で行かれたら皆さんおそらく自分の手の血管の血流とかをご覧になれると思うんですけれども炎症を起こす。 ともののを抑えていくこととができるっていうのを効果が見込めるんじゃないかなと見ていると思うんですね。血液の酸化管流の効果があるというのは論文が出ているんですけれどもそういうところからでいうと食べ物は気をつけたことの大前提の上で水素の吸入をしてあげることで血管の炎症を少し抑えにいくところから両方の観点からでやってあげることが一番体にはあの自分の体に、ね、私はね、ぜいたくのお薬を飲むとかだけじゃなくて。 何かを取り入れてよくなるならそれでいいんじゃないかなって考えを私は持ってますので食べ物を気をつけること大前提で水素を取り入れてあげるっていうのも血管炎症慢性の炎症を抑えてあげるような効果を見込める場合があるかなとは思っていますね。ななるほどなるほほどど、えー、水素、まあ、医,医療の世界でも ね、やはりかなり集中が、ね、高まっているとは聞いてはいるんですけれども、うん、やっぱり血管大事ですよね。そうですね,うね、うん、血糖値を操るのもやっぱりね。 血液に関連してくることですからっていう部分あると思うんですけどちょっとでもねあの補助さんあの話が尽きないですねこれね。ねね <laughs> 先生のいや何食べたらってもちろんねあのちょっと何でもた食べたい健康でいられる幸せを感じつつなんですけどでも気を使いますね。 本本当の本に言いますとねやっぱりカレーと共にカレーってカツカレーのカレーじゃなくて年齢を重ねる方のカレーとと、はいはい、もにカツカレー食いたいみたいなのあると思うんですけど食べ方とかね、はいはい、食べるあの品目、ねえー、注意しながら、えー、水素も効果的に取り入れてみるのも良いかもしれませんねというねとってもとってもためになるお話でした。ね、えー腸活 健康セミナー、えー、ラジオバージョン という、ね、ところも含めてはい、はいえー、今週もね本当にみっちりとお話をいただき、ね、ありがとうございましたというわけでねう、はいえー、嘘のような本当の、えー、話でしたということでまたね、えー、先生にお目にかかれる日を楽しみにしておりますがまずは補助さん今週もお疲れさまでしたありがとうございました中島幸子先生皆さんねどっかでまたお目にかかることもあると思いますぜひぜひ健康には気をつけてね 行きましょうということで、中島先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よそでね、本当の話、また来週お届けします。ありがとうございます。